はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今回はね、ワンピースです。はい、ワンピースからこちらの商品。ポン。はい、でかい箱。はい、ついに届いたんですよ。私の大好きなね。はい、POPSMAX、ロロノアゾロ。はい。やっと届きましたね。待ちわびた、この SA マキシマム。はい。このシリーズのね、ゾロ、ついに出ました。いやー、なんだかんだ、長かったような、短かったような、うん。でもね、ついに手に入りましたね。はい。早速ね、この段ボールから出して、箱からね、見ていきたいと思います。はい、ではね、箱見ていきたいと思います。こちら、じゃじゃんと、でか。はい。ロロノアゾロ、参戦世界。はい。いやー、すっごい。迫力がもう。15周年アニバーサリーセーリングアゲインマキシマム、はい、すごいですね。版権シールはここにありますね、はい、横で後ろ、いや、いいね、この三千世界のこの銀の箱押し、かっこいいね。箱からしてかっこいい。いやー、これは、うわ、この絵がたまらなくかっこいいね。もうね、うわ、はい、はい、という感じですね。ではね、実際、どういうもんかブリスターの状態から見ていきたいと思います。はい、ドンということでね、もうすでに目の前に置きました。はい、ブリスターの状態です。はい、いや、もうね、台座もね、もう早く手に取りたいぐらいの、もうちょっとね、見たい。三千世界って書いてあるんでね。いやー、すごい。で、後ろに、刀が三つ、付属してますね。はい。で、何かね、取扱説明書みたいなのもついてました。まあ、要は、このね、足の補助パーツですね、の付け方です。はい。こちらが付いていました。はい。ではね、待ちわびた、フィギュア、組み立てて見ていきましょう。はい。一応ね、本体を、まあ、刀を刺すだけなんですけれども、組み立ててみました。はい、こちらですね。いや、これはね、すっごいですね。いや、もうこの造形すごい。さやもすごいね、細かいね、作りがね。すげえ。うわ、この筋肉美すごいね。ゾロ鍛えてるだけあってものすごい筋肉。でもね、これね、刀を刺してないとちょっとおまぬけさんなんだよね。
やっぱこれ刀加えないとちょっとあかんね。なので、刀加えさせましょう。これは湯走りだよね、確かね。あ、湯走りじゃん、和道一文字か。クイナの刀。よいしょ。はい。うわ、加えたら一気にかっこよくなった。めっちゃかっこいい。いや、べえな、これ。すっげえ危機迫る表情。うおー、かっけー。すごいね、この髪の毛の造形とかもすごいんだよね。一本一本こうトゲトゲしてて、すっげーよくできてる。うわ、顔も似てるね。かっけー。いやー、すげえ、三千世界。うーわー、めっちゃかっこいい、この角度。いやー、すげえな。で、台座ですね。はい、三千世界。すげえかっこいいね、この台座だけでも超かっこいい、これ。いやー、すげえな。これを、角度的にはいいね、三千世界。台座も凝ってるね、三千世界。うわ、うん、特にあのね、補助パーツなくても普通にまあ立つんでね、いいと思うんですけど、まあ多分ね、劣化とかを気にしての多分この補助パーツだと思うんですよね、これ。多分これはここにこうかませる感じでね。はい、ではね、まあ台座に乗っけて一周回す動画で、まあ、お別れしたいと思います。いやー、これはね、ほんと、ゾロ好きじゃなくてもね、ワンピース好きとか、まあ、POP 集めてる人でしたら、完璧ですね、このゾロは。かっこよすぎます。はい。ということでね、回転台座。では、ご覧ください。はい。